釈迦山尊像法隆寺近藤と五十島本校法隆寺の仏像では奈良県伊駒郡枯賀町にある聖徳太子ゆかりの寺院法隆寺に伝来する仏像について説明する法隆寺の祭院伽藍は現存する世界最古の木造建築として著名であり法隆寺地域の仏教建造物として世界遺産に登録されている法隆寺には建築のみならず 各時代の仏教美術品が多数収蔵されている。中でも仏像に関しては、日本彫刻史の第一ページを飾る有品の多くが、法隆寺に集まっている。アスカ時代の仏像としては、水古31年、鳥武士作の名を有する銅像釈迦三尊像を、はじめ、くだ観音の通称で知られる木像、観音菩薩立像、当院夢戸の本尊の木像、 観音菩薩立像などが著名である。奈良時代の仏像には、混同仏、素像、観出像、押出し仏など、各種の材質、技法を用いた作品が残っている。このように、各時代、各技法の仏像が豊富に残されていることが、他寺院にない特色である。本校では、法隆寺に所在する、国宝、重要文化財指定の彫刻作品について、外観する。 ただし、1878年に法隆寺から当時の皇室へ献納された、いわゆる法隆寺建納宝物中の仏像については、法隆寺建納宝物及び48体異仏の項を参照のこと。銅像社か三尊像法隆寺祭院伽蘭は現存する世界最古の木造建築であるが、聖徳太子在世時の建物ではなく、 創建寺のランが、天治天皇9年に消失した後に再建されたものであるということが、定説になっている。再インランが、創建寺の建物であるか再建であるかについては、明治以来数十年にわたって論争があったが、1939年の旧ランの発掘調査以降、再建設が定説となっている。現存する近藤は7世紀末頃の建築とみられる。 近藤内陣には、中野間本尊の釈迦三尊像、東の間本尊の薬師如来像、西の間本尊の阿弥陀三尊像の三組の本尊が安置されている。なお、中野間、東の間、西の間は、相互に壁などで明確に仕切られているわけではなく、柱の位置と天井に吊るされた三つの箱型天外とによって、緩やかに区切られているに過ぎない。三組の本尊のうち、 中野間の釈迦山尊像の後輩理念には、水戸31年造流、東の間の薬師如来像の後輩理念には、水戸15年造流の名分がある。しかし、前述の通り、現存する近藤は7世紀末頃の再建であり、それ以前に、釈迦山尊像と薬師如来像がどこに安置されていたのかは不明である。また、 これら二組の像の光背名については、文中の用語の解釈などをめぐって様々な説があり、上記の造流年代の信憑性を疑う説もある。特に、薬師如来像については、名文中の用語と、像自体の作風、技法の両面から、この像を文面通り607年の作とする、考えは今日ではほぼ否定されており、釈迦三尊像よりも、 年代的には下る政策とみなされている。天平19年作成の法隆寺藍縁起並びる騎士財町の仏像を列挙した部分では冒頭に薬師像と釈迦像の記載があり、両像が遅くとも8世紀には近堂内に安置されていたことがわかる。なお、西の間の阿弥陀三尊像は後輩名によれば元の像が平安時代末期に東南にあった後、 上映元年に制作されたものである。薬師如来像の光拝命には、病を得た陽明天皇は、日の恵馬年に寺と薬師像を作ることを発願したが、それを果たさないうちに崩御したので、異名を報じた水古天皇と聖徳大子が定王年に像と寺とを作ったという意味のことが記されている。天平十九年の法隆寺演儀もこれを踏襲し、寺の創立を 水古15年のこととしている。一方、釈迦山尊像の後輩理面には、西暦623年にあたるとし、その前年に亡くなった、聖徳大子のために、鳥仏氏がこの像を作ったとの命がある。法隆寺の創建演技に関わる名文を有し、607年に作られたとされる、薬師如来像が、近藤の中央ではなく東脇に安置され、 これより16年後に完成した623年名の釈迦山尊像の方が道内中央に安置されていることについては古くから疑問視されていた。鎌倉時代の法隆寺の学僧で聖徳太子伝式の著者である賢馬もこの点を不審に思い、同初に当初は薬師如来像が本尊であったが釈迦山尊像の方が大きいので後に交代して釈迦山尊が 本尊になったという意味のことを記している。しかし、寺の本尊が単に像の大きさのみで交代するということは、常識的には考えにくい。また、釈迦三尊像の頭上に吊るされている箱型天外の大きさが、銅像の台座とほぼ同じ大きさであることから見ても、近藤、中野間本尊は、当初から釈迦三尊像であったと見るのが自然である。釈迦三尊像については、 法隆寺建立以前に、イカルの地に建てられていた、聖徳太子のイカルガ風に元暗記されていたとする説もある。釈迦三尊像については、像、名文ともに、水古町の作と認めるのが一般的である。ただし、口述の通り、名文については、文中の用語などを理由に、これを疑わしいとする研究者もいる。国家法。指定名称は、 銅像釈迦如来及び両脇地像。近藤、中野間本尊であり、内陣中央部、木造二重の箱型台座の上に、中尊の釈迦如来座像と両脇地菩薩立像が安置される。三尊全体の背後に、大型の船型後配があり、これとは別に、両脇地はそれぞれ宝珠系の後配を追う。銅像と金で、造庫は、中尊が87.5センチ。 左脇地が92.3センチ、右脇地が93.9センチ。本山尊蔵の作者は、後輩名によれば、芝安守、鳥仏師、すなわち蔵作りの鳥である。鳥の生没年は不明だが、祖父の芝立等は、日本書紀によれば、慶大天皇の時代に土日した漢人とされ、その羊は、中国南朝の領とも朝鮮半島のくだらとも言う。 いずれにしても、鳥はトラ来人の子孫ということになる。初期に見える鳥の最初の自責は、アスカデラノドウヌイの上陸仏像の造物校に認じられたことである。船形後輩の理面には、造像の由来について記した名文がある。名文は14時14行で、46弁令体の格調高いものである。名文の単位は以下の通りである。 西暦621年にあたる年の12月、聖徳太子の聖母の穴ハシ橋人王女が死去。翌年正月22日には、太子も病に伏し、前日も看病疲れで並んで床についた。これを憂いた王皇王子等と初心とは、太子の等身大の釈迦像を作ることを発願。太子の病が治り、長生きすることを望み、もしこれが運命であって、 大使のこの世での寿命が尽きるのであれば、極楽浄土に往生されることを望んだ。しかし、2月21日に前日が、翌日に大使が、相次いで亡くなった。書願の通り623年3月に、釈迦像、脇地像と総言群を作り終えた。作者は、芝安守、鳥仏師である。この名文については、奉公という四年号の使用や、法王、仏師という語が、 水古町にあったとは考えられない等の観点から疑わしいとする説もある。福山敏夫は1935年の論文で、釈迦山尊と東の間の薬師如来の光拝命は、いずれも疑わしく、水古町の策ではないとした。福山は水古町には天皇の子はなく、従って法王という用語もなかったとするが、これについては、 栗原智信が、水古町に天皇号がなかったとは証明できないとして批判した。矢部海一郎は、仏師の子が使用されるのは天平以後であることから、釈迦三蔵に光拝名は疑わしいとし、笠井正明も同様の説を述べている。これについて、大橋一章は、そもそも正燥院文書以前の文字資料は乏しいので、水古町に仏師の子がなかったとは証明できず、 むしろ釈迦三尊光拝名が、仏師の初見であろうとして反論した。銅像薬師如来座像銅像、薬師如来座像後輩名文国宝。指定名称は、銅像薬師如来座像。近藤、東の間本尊。後輩に帝望年、陽明天皇のために作った旨の像像名があり。これを信じれば、近藤、中野間の釈迦三尊像よりも古い。 交流寺創権の根本に関わる像ということになるが、口実の通り、この像及び後輩名を文字通り607年の作とすることには疑義が持たれている。内陣東側、木像二重の箱型台座の上に安置され、宝珠系の後輩を追う。銅像と金で、像工は63.8センチ。セムカシコ、ヨガニンを結んで座す如来像で、複製は、 葬儀師の上に大衣を通る方に着し、狂然に葬儀師の線が斜めに見えている。腹前に見えるのは葬儀師の紐の結び目である。作風、技法から実際の制作は7世紀後半に下ると見られる。かつて、本像の左右には一体ずつの菩薩像が置かれ、薬師三尊像として安置されていた。しかし、これらの菩薩像は、薬師像とは、 作風が異なり、本来の一具でないことは明らかである。伝日光菩薩、月光菩薩像は現在は、境内の大宝像院に移されている。本像は、全体的に中野間の釈迦像と似ているが、異なる点も多い。台座前面に大ごろもともの裾を長く垂らして、もっかけ座とする点は、釈迦像と共通するが、もっかけ座の左右両端は、 釈迦像のそれが勢いよく反り返っているのに対し、本像のそれは反りが控えめである。面相も釈迦像に比して、本像の方が丸顔であるなど、全体に時代の下る要素が多い。昭和資材調作成時の調査所見によると、釈迦像の像内には、中造時に陽動が回りきらなかった箇所にかけをした後が3箇所に見られるのに対し、本像の像内には、 イかけは見られず、技法的に進歩が見られるという。片持ちの処理については、釈迦像では、イかけと造眼を併用しているが、本像では造眼のみで、処理されている。本像の後輩は、中央の蓮華分をめぐって、重剣分体、野城分体、蓮樹分体、蓮華唐草分体があり、これらの外側は、火炎文に怪物7体を排す。釈迦三尊像の後輩では、 各文様の区画は厳密に区切られているのに対し、薬師造庫杯の唐草は区画を超えて伸び、前述の刑没七体は、レンゲ唐草文体から伸びた茎の上の連座に乗っている。また、釈迦三尊造庫杯には見られない半壊の歌部にや、唐草の鶴が文様の区画線に絡みつく表現など、新しい要素が見られる。こうした作風や技法の面に加え、 後輩以面の名文にも、水古町の作文とは考えがたい部分がある。以下に、後輩以面の名文の読み下しを示す。異常記名文の内容を文字通りに受け取れば、本像は607年の制作ということになるが、福山敏夫は1935年の論文において、薬師如来像光背名は、水古町の作成ではあり得ず、天武朝、後半以降、天平以前に、 坂田寺の演技を模して作成されたものだとした。福山節の主たる根拠は、天皇の古障の使用は、大会以降であり、水古町には用いられていなかったこと、日本における、薬師信仰は、天武町以降に広まったものであることなどである。大橋一章は、除名天皇11年建立のくだら大事が、日本最初の直眼寺であるとした上で、陽明天皇の時代に、 直眼寺の混流はあり得ず、この点だけでも、薬師名の信憑性を疑うには十分だとしている。薬師名が何の目的で作文されたのかについて、大西修也は次のように論じている。670年の火災後、再建を図っていた法隆寺では、国家や皇室からの支援を得るべく、同時が創建当初から天皇発願の直眼寺であったかのような名文を創作した。 それが、薬師名である。薬師名は、アスカデラの演技をモデルにして作成された。アスカデラの演技をモデルにしたのは、道時がもともと、蘇ガ氏の指示として出発したものでありながら、漢字に準ずる扱いを受けていたので、これに習おうとしたためである。アスカデラの演技をモデルにしつつ、アスカデラよりも、発願の時期や、仏像の完成時期が古い演技を創作し、演技のいわば、 格上げを図った。具体的には、アスカデラの根流が、陽明2年、蘇我馬子の発願によるのに対し、薬師像の発願は1年、古い陽明元年とされており、アスカデラ本尊が、水子17年完成であるのに対し、薬師像の完成は、水子15年とされている。天武9年に、国の大事である、二三の寺以外は、漢詩が治めてはならない。ただし、 直符を有する寺は、漢主が治めても良いが、それも30年間を限度とするという直が出された。国の大事とは、具体的には漢字である、大漢大事、河原寺、薬師寺とこれらに準ずる飛鳥寺を指し、法隆寺はここに含まれない。しかも、法隆寺については、この直が出される、前年の天武8年に、それまで300個あった直符が停止されているので、 直布を有する寺にも当たらず、国家からの財政援助を期待することはできなくなってしまった。大橋一章は、前述の大西州野説を踏まえた上で、再建資金集めに苦慮していた法隆寺は、日本仏教の祖である聖徳太子信仰の寺として、再出発することで生き残りを図ったとする。すなわち、再建法隆寺の近道には、 大子ゆかりの名分を有する釈迦像を本尊に据え、陽明天皇発願の薬師像は用済みとなったので、釈迦像の脇仏のような形で安置されることになったということである。本像の木造台座は、大脚部の上に箱型を二段に積み上げた形のものである。下段の箱型に比し、上段の箱型は一回り小さくなっている。下座の上下にそれぞれ、受け花と半花。 神座の下に半花がある。材質は、受け花と半花が、くすの木材、他の部分が、ヒの木材である。神座、下座の紙面にはそれぞれ彩色の絵画がある。これらの絵画は、現状では、剥落が激しく、肉眼では図用を確認することは、ほとんど不可能であるが、三岳、樹木、起点、四天王などが描かれ、全体としては、 趣味山世界を表すものと考えられている。下座正面は山岳と二体の秘定が描かれ、背面は山岳と共に二人の人物が描かれている。側面は左右とも二体ずつの天部像を描き、合わせて四天皇を表したものと思われる。上座は四面とも山岳を描き、正面には下座と同様二体の否定を描く。上座と下座は同時の制作ではなく、 上座の方が年代が下るとみられる。修理時に下座内部から樹木と天神の木画が発見されている。天平19年作成の法隆寺柄縁起並びる騎士財町の冒頭には、当時の法隆寺の資材として、仏像21具国40丁の存在を記し、その内訳を列挙している。以下に資材帳の該当箇所を引用する。上に引用の通り、 仏像には一具と数えるものと一句と数えるものとがあり、画仏像は一丁と数えている。金霊堂、薬師像一具から断造一具までの数を合計すると二十一具であり、冒頭の仏像二十一具の記載と一致している。したがって、別記されている注文の金剛力士像と五十頭内の祖像群はこの 仏像21具のうちに含まれないことは明らかであり、仏像21具とは、近藤安置の仏像を指すとみられる。列挙されている仏像のうち、押し出し銅像とは、薄い銅板を立体的な型に乗せ、土で叩いて打ち出したものである。宮殿像の、宮殿とは、寿司の意である。宮殿像2具は、現存する玉虫寿司と立花婦人寿司を指すとするのが、一般的な見方である。 上略2年の記録である、近道仏像陶目録によると、当時の近道には、釈迦像、薬師像以外にも多数の小仏像が安置されていた。これらの大部分は、アスカの立花寺から移されたものであった。以下に、道目録の主要部分を引用する。冒頭に、一記録近道仏像寺とある通り、これは、近道物の目録で、木長物については、器物と中記されている。 この目録では、東段の仏像が釈迦三尊となっているが、これは薬師三尊の誤りで、4年後の英法2年の目録では薬師に訂正されている。この目録によれば、11世紀末の時点の近道内の状況は次のようであった。西段には、鎌倉時代以降は阿弥陀三尊像が安置されているが、当時は小仏十八体があった。道内には、あと、 東寿司、西寿司、中大寿司という三つの寿司があった。このうち、中大寿司は現存しない。他の二つについては、鎌倉時代の聖徳大使伝式に詳細な記録があり、それと称号すれば、あと、東寿司が現存する玉虫寿司、西寿司が現存する立花夫人寿司にそれぞれ該当することが明らかである。中大寿司は、上下二層に分かれ、 上の段には小仏46体があり、うち1体が木造。他に釈迦の誕生物が3体あるが、うち1体は頭部を描く。図紙の下の段には、飛鳥カの立花寺から移された小仏44体があり、他に木造物8体があった。立花寺から移された仏像は、元は49体あった。以上のように、11世紀末の近藤には100体以上の、 小仏像があった。法流寺には明治時代初期までは多くの小金動物があった。四十八体異仏と通称されるこれらの小金動物は1878年当時の皇室に献納され、現在は東京国立博物館の法流寺宝物館に保管されている。四十八体異仏のうちには上記目録に記載の 小仏家の一部が含まれているものと推定される。現在、近藤内人の趣味壇上には中央に、釈迦三尊像、東に、薬師如来像、西に、阿弥陀三尊像を安置する。このほか釈迦三尊像の左右に、美写門天及び、吉祥天像が立ち、趣味壇四隅に四天王像が立つ。法隆寺大鏡大一冊によると、 昭和戦前期の近藤には上述の書物のほか、玉虫寿司、立花夫人寿司、観音菩薩立像、聖観音立像肉、魅力菩薩繁華像、普賢延命菩薩座像が安置されていたことがわかる。玉虫寿司以下の寿司や仏像は、1941年に大宝蔵殿が完成してからは、そちらへ移された。その後、昭和期には、近藤北面には、 地蔵菩薩立像と、祖蔵吉祥天立像が安置されていたが、これら2区は大宝像院の完成後はそちらに移されている。近藤西の間本尊。中村と、左脇地寺は、銅像阿弥陀如来及び、脇地蔵像肉交渉作として、重要文化財に指定。鎌倉時代の作。造庫は、中村64.6センチ、左輪五十55.4センチ。 右脇地は1994年の補作。後輩裏の名文によれば、当初の像が、聖徳年間に盗難に遭い、台座だけが虚しく残されていたため、管理3年からこの像を作り始め、翌上映元年に海岸供養されたという。原型の作者は、交渉、中高は大落にともである。交渉は、 運慶の四男の仏師で、本像以外の現存作品としては、六原三寺の空や承人像、東寺三陰堂の具法大師像などがある。阿弥陀像の複製、木陰座や後輩のデザインなどは、近藤東の間の薬師如来像と似ており、交渉がアスカ時代の様式を模して作った復古作である。とはいえ、中尊の面相の未潤に近い写実的表現は、 鎌倉時代風であり、時代の差が歴然と現れている。中村の印象は、いわゆる阿弥陀の定員だが、これは、了海曼ラ中の阿弥陀像に見られる、密教系の印象で、飛鳥時代には見られないものである。両脇地のうち、左脇地像は、阿弥陀像と一部の作であるが、右脇地像は、明治時代初期に寺外に流出し、右脇地の立つ位置には、 全く別の観音菩薩像が置かれていた。本来の右脇地像は長年所在不明であったが、パリの偽名美術館の収蔵庫に保管されていたことが1989年に判明。翌年、仏像研究者の区の県によって、法流寺西の間、阿弥陀如来の脇地像と確認された。1994年の国宝法流寺展では、 義目の聖子菩薩像が日本へ里帰りし、三尊揃っての展示が実現した。現在近藤阿弥陀如来の右脇地として安置されているのは、義目の聖子菩薩像を模して1994年に新たに鋳造された像である。両脇地像は、元近藤、東の間、薬師如来の脇地として安置されていた2体の菩薩像と着衣や送信具の形式が似ており、 小僧を半とした木子作である。以上のように、阿弥陀三尊像自体は、鎌倉時代の作だが、その下にある木造台座は、その一部が、飛鳥時代のものである。この台座は、近藤、中野真釈迦三尊像台座や、東の間、薬師如来像台座と、同形式で、大脚部の上に箱型を二段に積み上げた形のもので、ある。下段の箱型に比し 上段の箱型は一回り小さくなっている。このうち、下座のみが、アスカ時代の作で、上座は、鎌倉時代に追加された。下座は、受け花と半花が、くすの機材で、他の部分が、日の機材。上座は半花も含めすべて日の機材である。上座、下座の紙面にはそれぞれ彩色の絵画がある。下座の絵画は、現状では、剥落が激しく、 肉眼では図用を確認することは、ほとんど不可能であるが、三岳、樹木、起点、四天皇などが描かれ、全体としては、趣味山世界を表すものと考えられている。下座正面は、三岳と二体の起点が描かれ、背面は三岳を描く。側面は、左右とも二体ずつの天部像を描き、合わせて四天皇を表したものと思われる。上座の絵画は下座と作風が、 全く異なる鎌倉時代の作品である。上座正面は不堕落浄土を図、背面は五大山、文樹図、東側面は霊衆山図を描く。西側面の図は、雲上に黒子の僧が乗り合唱する姿が描かれている。僧が西方極落浄土へ向かうところを描いたものであるが、通常の 雷合図と異なって図中には雷合する阿弥陀如来の姿は描かれておらず、この層は自力で台座上の阿弥陀如来のもとへ向かっているものと解釈されている。以上のように、近藤、西の間の木造台座は下座部分が飛鳥時代のものであり、西の間天井から下がる木造天外も飛鳥時代の作である。しかし、 西の間に当初どのような仏像が安置されていたのかは定かでない。鎌倉時代の聖徳大子伝式は近藤西の間にもとあった阿弥陀三尊像は聖徳大子が自身と母と人のために作らせたものであったと明記している。しかし近藤西の間にそのような阿弥陀三尊像が安置されていたということは古い記録では確認できない。天平19年の 資材帳には、東の間、薬師像と中野魔社家像は、明記されているが、阿弥陀像についての記載はない。また、平安時代の記録である、近藤仏像盗目録によれば、当時近藤西団に安置されていたのは、阿弥陀三尊ではなく、小仏十八体であった。前述の通り、阿弥陀三尊像の光背名には、聖徳年間に盗賊が入ったとの記載があるが、 盗まれたものについては、仏像とあるのみで、阿弥陀三尊と明記はされていない。また、当該盗難事件については、法律寺の他の記録では確認できない。西の間の大座下座の天板上面は黒漆塗りと、するが、その中央に円形に黒漆を塗り残した部分がある、ことが昭和資材調作成時の調査によって判明した。これは、当初は、 下座天板の上に何かの像が載っており、その像の台座に隠れて見えなくなる部分を円形に塗り残したものと考えられる。法隆寺の近くにある中宮の寺の菩薩繁華像の台座系がこの塗り残しの大きさに近いことから、近藤西の間には中宮の寺菩薩像が安置されていたとの説が NHK のテレビ番組で紹介されたことがある。しかし、これは事実誤認であることが、 西川京太郎によって明らかにされた。中宮の自母殺像は、当座という円筒状の台座に腰掛けており、その径は前日の黒漆の塗り残しの小道に近い。しかし、当座の下にはさらに一回り、大きい半花座とか町座があり、下が町の小道は107.7センチで、大きさが全く異なっている。大橋一章は2006年の論文で、 この天板上には、法流寺、夢戸の本尊の旧正観音像が安置されていたのではないかとの説を提出している。大橋によれば、旧正観音像の大坂が町の小道は74センチで、前述の黒漆の塗り残しの大きさに近い。また、旧正観音像は、聖徳太子の闘神像と伝承されていることから、太子信仰の寺である。 法流寺の近藤に安置する像としてふさわしく、ある時期から近藤、西の間本尊が不在となっている理由も、旧制観音像が、夢殿に移されたことで説明がつくという、木造天外三期として2020年、彫刻部門の国宝に指定、飛鳥時代及び鎌倉時代、近藤の中野摩釈迦山尊、東の間、薬師如来、西の間、 阿弥陀三尊のそれぞれ頭上の天井から吊り下げられている。三基のうち中野間分と西の間分は飛鳥時代、東の間分は鎌倉時代の作である。中天外は幅275センチ、奥行き246センチ、最天外は幅242センチ、奥行き217センチ。以下、飛鳥時代の作である。 中天外と祭天外について説明する。両天外は、日の木材製、長方形の箱型で、屋根部とその下の側板部からなる。全体に彩色で各種の文様を描くほか、靴の木材製の総額天神像と、鳳凰像並びに、近藤透かし彫り金具を取り付けて称号している。屋根部は、寄せ棟や根型の上と下とに、吹き返し板と称する斜めに張り出した板を設ける。 吹き返し板の外面には人道から草分を災がする。屋根部の元に位置する側板部は外面に上からレンジ二段の輪形分を彩色で描き、その下は逆三角形を水平方向に連ねその間劇には垂れ膜型に彫りを入れている。各点外の内面は格子天井を張り、各格子内にレンゲ分を描く。その下の支輪は各区画に、 連携を描く。その下、側板の裏面に当たる部分は上部に三角分を描き、その下は垂れ幕型に彫りを入れる。側板の下には木製の玉を針金で連ねた垂れ飾りがあり、その最下部には鈴型の金具を吊る。この垂れ飾り部は補修が多い。両天外には、総額天神像、角24体、宝王像角14体。 近藤透かし彫り金具が取り付けられていたが、これらの一部は失われ、一部は取り外されて、別途保管されている。総額天人像は、中、西の各天外の、上の吹き替えシータに10体、下の吹き替えシータに14体ずつ取り付けられ、計48体あったはずだが、奈良六大寺大観放流時にによれば、現存するものは、 後世誤って、当店外に取り付けられたものを含めて38体で、ある。いずれもアスカ時代後期の仏像の表現に通じる、同時型の像である。各像が奏でる楽器は、琵琶、初死、採用鼓、横笛、縦笛の五種である。各天人像の後輩は、木造すかし彫りの破損しやすいものであったため、その大部分は候補で、 当初の後輩が残るのは6体のみである。法王像は各天外の側板外面に14体ずつ取り付けられ、計28体あったはずだが、現存するのは24体である。中天外では、下の吹き替えシータに天人像と互い違いに連弁系の近藤スカシボリ金具14枚が取り付けられていたが、祭天外では四隅に計四枚の金具を取り付けるのみであった。 中天外の近藤透かしボり金具はそれぞれデザインの異なる3種類に分類され14枚中の8枚が現存する。採天外では4枚中の3枚の金具が現存する。当天外は屋根状の名分から転覆元年の作であることが明らかである。全体の構造、デザインは中天外、採天外とほぼ同じである。総額天人像は 下の吹き返し板のみに取り付けられ、14体中の10体が残っている。法王像は14体中の10体が残る。中、祭典外に取り付けられていた、近藤須賀絞り金具は、当天外では全て省略されている。木造四天皇立像の内像頂点、木造四天皇立像として国宝に指定。飛鳥時代、近藤安置。 現存する日本最古の四天皇像である。像孔は、持国天133.3センチ、像頂点百三134.9センチ、項目天133.3センチ、多門天134.3センチ。なお、戦前の資料では、元、持国天像を像頂点、元、像頂天像を、持国天とするものがある。趣味団の南東に、持国天、 南西に増長点、北西に項目点、北東に多門隆が立つ点は、多寺院の四天皇と同様である。ただし、多寺院の四天皇は四区とも正面向きに安置されるのが通例だが、法隆寺近藤の場合は後方に位置する項目点と多門隆の二区が外向きに安置されている。角像は、楠の機材の一木像で、後輩、台座も楠の機材性である。 本体は、角像の手首から、先と、天衣の水下部に別材を剥ぐ他は一材から掘り、なしている。なお、天衣水下部は、項目点の右腕から垂れる分が、当初のものであるほかは候補になる。後世の四天王像が、怒りの表情を表し、足元で暴れる邪気を踏みつけるような動きのあるポーズを、示すのに対し、放流寺近道四天王像はいずれも静かな、表情で、 両足を揃えて直立し、足元の邪気も暴れる様子がない。よく見ると、邪気の獅子は手枷足枷で拘束されており、暴れる心配がないので、四天皇も静かに直立しているのだと解釈されている。角像の踏まえる邪気は、顔つきが相互に異なっており、持ちく二天の足元のそれは五図、象頂天の足元のそれは一角を持つ。角像は、 円形の後輩を追う。この後輩は、角像の後頭部に金具で取り付けられている。角像は正面に引き合わせのある甲を着用する。後世の四天王像が、東風の甲冑を着用するのに対し、本像の甲はより時代の古い陸鳥風のものである。腹部は太い紐で締め、肩には布をかけて、これを正面側で結んでいる。腕の部分には、 手首までを覆う袖の他に細かい膝のある旗袖と長く垂れ下がったドテラが見え三枚の衣服を着ていることがわかる。下半身には足首でくくる袴の上にもを着用し靴を履く。角像に当初の彩色と霧金文様が残り、彩色には主に、六章、群像が用いられている。角像のポーズは ほとんど同じだが、両手の持ち物が異なっている。持ち国典、増長典は共に左手に三差撃を持ち、右手に剣を持つ。多門隆史は左手に三差撃を持ち、右手は宝刀を保持する。項目典のみ三差撃を持たず、左手に巻物、右手に筆を持つ。持ち国典と増長典が右手に持つ剣は、明治時代の候補である。法隆寺には、 飛鳥時代の道剣二口があり、これらが本来もくに天、造長天造の持っていた剣であると伝えられている。うちもくに天造の剣は北斗七世の戦国文様があることから七重剣と通称される。項目天以外の三造が持つ劇は木製の棒に銅線を巻き付け、二箇所に石金という混同製の金具を巻く。調査の結果、多門隆の持つ 個々の石器には玉虫寿司と同様玉虫の羽による装飾の痕跡が発見された。大江近道が過剰元年に何との所持を順配した際の記録である七大事日記には法隆寺近道の四天皇像は南馬の四天皇寺近道の四天皇像と同じ姿であるとの記述がある。四天皇寺像は現存しないが図像集。 別尊雑記書集の四天王寺近藤四天王像の図像を見ると、各邪気は左前詩で矛の先端を支え、右前詩は剣の鞘を奉仕している。法隆寺四天王像の場合、四体の邪気はいずれも両手の拳を掲げて何かを支え持つような身振りをしているが、これらの邪気が矛の先端を支えることは位置関係から見て不可能である。これは、 邪気のポーズの示す意味が理解されずに、形だけが移されたことを意味している。本主天皇像については、当初から近藤に安置されていたとする説と、よそから移入されたものだとする説とがある。前述の七大事日記の記述によれば、大江近道が法隆寺を参拝した1106年の時点で近藤に四天皇像があったことが明らかであるが、四天皇像の それ以前の所在は明らかでない。構成移入説は、天平19年の資材帳に列挙されている仏像21具5区の中に4天皇像についての記載がないことをその主な根拠としている。一方、当初安置説を唱える研究者は、同じ資材帳の死入物について記載した部分には、千と国類の死入に関して4天皇分という記載があることから、 伝票19年当時、法隆寺には4天皇像があったはずであり、資材長は4天皇と書くべきところを1行書き漏らしたのではないかとする。これについては次のような反論がある。資材長の仏像21句5句という文言の後に列挙されている仏像を数えると正確に21句5句であって1行分の脱落があったとは考えられない。 列挙されている仏像には、具体的な像名を書かず、近邸木像三具と書かれているものがあるが、近藤四天王像は、近邸ではなく、三色像なので、これにも該当しない。なお、この仏像二十一具五はあくまでも、当時近藤にあった仏像の数量を記したものであり、寺内の他の道に四天王が暗記されていた、可能性は否定できない。したがって、前述の、 四天王文の記載は、近藤以外の他の道にあった四天王の文である、可能性がある。項目点と多門隆の後輩理面にそれぞれ以下の国名がある。これは、項目点は、山口大口比を上位者として、木村と二人で作ったもの、多門隆は、薬師特法を上位者として、鉄島来西へと二人で作ったものと解される。山口恩口比は、日本初期に、 白地元年に戦物を刻んだ人物として言及される、関山口寺家大口と同一人とするのが通説であり、本市天皇像の制作年代も650年を大幅に前後しない時期と推定される。後輩には、上記国名のほか、ち国に天と多門隆の後輩に、久し川新、項目天後輩に、筆、多門隆の後輩に、薬師光の針書文字がある。 これらの文字は、名ではなく、制作時の覚書き程度のものと見られている。もちく天と、多門隆の後輩に見える人名は、かつては、片文川神と読まれていたが、東の春行きの研究により、久し川神と読むのが妥当とされている。木造美写門天、吉祥天立像木造美写門天立像、吉祥天立像として国宝に指定。平安時代。 近堂本尊の釈迦三尊像の左に美沙門天像が、右に吉祥天像が立つ。木造彩式で造工は美沙門天が123.2センチ、吉祥天が116.7センチ。二つの左右に美沙門天と吉祥天を安置するのは、金三明最小王行の第六四天皇五国品の諸説による。本像の制作経緯は、 近藤日記という資料に記載があり、吉祥家家会の本尊として、上略2年に造造され海岸供養されたものであることがわかる。吉祥家家会とは、五国宝上や天下太平を祈る法営である。両像とも頭体の主要部を、日の木材の一材から木取りし、前後には利杯で、ち子を行う。微射門店は、右手で宝刀を奉置し、 左手は追加して、劇を逆手に持つ。ほぼ直立に近い、穏やかな姿である、微射門天蔵は足元に邪気を踏まえるものが多いが、本蔵は邪気を伴わない。吉祥天は左手に報酬を放置し、右腕は肘を軽く曲げて追加する。吉祥天蔵は、下げた右手の手のひらを開いて、余願印とするものが多いが、本蔵は、右手の指を軽く曲げている。 角像の両肩から先は別材を剥ぎ、微射門天像はさらに右肘から先、毛や靴の端部などに別材を剥ぐ。両像とも表面は布張り、錆下地に彩色と霧金で仕上げる。ただし、霧金の使用は控えめで、彩色主体である。両像の着衣に見られる大型の家紋は、白押しの上に彩色し、紋用の輪郭を塗り残して、下の白を見せる技法によっている。 東元四面具の内東表の女子像、北面の菩薩像、東元四面具の内北面の天部像、東面の女子像国宝。奈良時代。五重頭の所層内部には多数の所蔵が安置され、所蔵を東元四面具として国宝に指定されている。一般配管者は階段を上って、塔の所層に近づくことはできるが、内部に入ることはできず、金網越しに遠くからの配管となる。 東本四面具とは、天平十九年の、資材帳に見える名称である。資材帳には、後藤元をも表具は、土辺に、上、の記載に続けて、一群半蔵土一具未六仏蔵土一具ゆイマズめ蔵土一具分斜利仏土、右は同四年祭時侵害時作り者との宙が、付されている。土辺に、上の漢字は、小と読み、祖像の意である。 一船半蔵度以下は、祖蔵群の表す、場面内容を説明しており、これらの祖蔵群は和道四年に完成したものである、ことがわかる。日本では、古代の塔の書層に、祖蔵群を安置する例はた寺にもあったが、現存するのは、法隆寺のものだけである。幸福寺五十塔書層には、四方四物の浄土が祖蔵で表されていたが、現存しない。 薬師寺の東西領島の書層には、釈迦八章が、祖像群で表されていたが、現在は一部祖像の断片や真偽が残るのみである。法隆寺五十頭の書層は、趣味壇上に、新柱とその周囲の四天柱を覆い隠すように、祖道を盛り上げて、壁を築き、山岳とその中の岩屈のような形を作っている。これを背景として、東南北の四面に多数の像を配置し、 仏教説話の場面を構成している。各面の主題は、北面が釈迦の涅槃の光景、西面がシャリの諸国への分与の光景、南面は弥勒物の浄土、東面は結馬行に解く、結馬古事と文字菩薩の問答の場面である。以上の4場面に、計99以上の素像があり、候補の像を除いた80点が国宝に指定されている。 八十点の内訳は、北面が三十二区、西面が二十九区と、金管一期、斜里島一期、東面が十六区。南面は、ほとんどの像が候補で、魅力物像1区のみが、国宝になっている。五十島の昭和修理事の初見では、創建当初は、趣味岩が現状より狭かった。創建後しばらくして、新柱の根元が普及したため修理が行われ、その際に、 趣味団を改造して広げたものとみられる。この改造以前には現存する素像をすべて配置するだけのスペースはなかったとみられ、一部の像は改造時に追加された可能性がある。四面の素像群の主題のうち、北、西面は釈迦の入滅と遺骨の分配に関わるものであり、南面は釈迦入滅後十六億七千万年後に下昇するとされる。 未来物の魅力を表したもので、これら3面の主題は、時系列に沿ったものと考えられるが、当面のゆいまと文樹の問答だけは異質の主題であり、これら4つの主題が、どのような理由で選ばれ、全体として何を意味しているのかは明確でない。当面については、聖徳大使がゆいま協議書を表していることから特に、この主題が選ばれたとの説もある。 国面は中央に横たわる釈迦半像を含め、計34区の祖像を配置し、内候補の2区を除く32区が国家法である。釈迦半像の像長98.0センチ。その他の像は18.158.9センチ。中央手前にて、釈迦の脈を取るのは、一種の義馬大臣である。釈迦の背後には、菩薩像2体が座す。その左右には、創業像、 俗形像、天部像などが座し冷静な表情の者も,もいるが、大部分の者は、釈迦の入滅を悲しんで悲痛な表情を見せ、袖を顔に当てる者、大口を開けて泣き叫ぶ者などもいる。中でも、最前列の左右に並ぶ七体の羅漢像は両手で、胸を叩く、天を仰ぐなど、激しい身振りと表情で悲しみをあらわにしている。これら七体の羅漢像は、 誇張された表現が、他の像と異質であることから、和道四年当初の像ではなく、後に追加されたものとする説もある。国宝の三十二区の内訳は、釈迦槃像一区、菩薩像二区、創業像が最前列の羅漢七区を含めて十一区、天武像が十二区、俗系男子像が、騎馬大臣像を含め二区、俗系女子像四区となっている。うち、像区、 独形女子像3区の敬語区は背景左右の山岳中腹から突き出た岩状に置かれている。天部像12区のうち3面六臂のアシュラ像と獅子間をこむる剣脱芽像以外は造名の特定が困難である。12区の中には頭部が鳥の形をした異形像3区が含まれる。アシュラ像は著名な幸福寺の銅像より古い作例として注目される。 西面は、大発涅槃行に解く分斜利に関わる場面である。釈迦は入滅後、ダビに付されたが、その後、諸国の王や部族が、釈迦の遺骨の分配を主張した。大発涅槃行によれば、ドーナというバラモンの朝廷により、釈迦は八つに分けられ、平等に分配されたという。西面の祖像群は、金質に、釈迦島と二十九区の人物像からなり、 これらは階段状に4段に配置されている。金棺の高さ25.6センチ、シャリ塔の高さ37.3センチ、その他の像は17.1、39.7センチ。上段中央の金棺は蓋に雲んもに葡萄から草分を表し、その左右には官人の服装をした人物各1名が座す。その一段下には八角形の三階を有する。 シャリ島を置く。これは日本最古のシャリ島の遺品として貴重なものである。その左右には創業像2区ずつが座すその下の段は左右に俗形の男女像計9区を置く。さらに一段下がった最前列は左右に角7区、計14区の肖像を横一列に並べるが、これらの像は元からここにあったものではなく五0頭の各面にあった。 祖像を寄せ集めたものである。鎌倉時代の古今目六章によれば、西面には他に、ダビの炎が表され、焚き木を運ぶ人物二人がいると記されているが、今それらの像は失われている。南面は、弥勒物の遺像を中心に、左右に、菩薩繁華像、その一段下に一体の新郎像、再下段には、文殊菩薩騎士像を中心に、古間犬一体、 力士像一体、天部像一体を排す。威力仏の造庫81.0センチ。威力仏以外は、候補で、国宝指定対象外である。当面は、威間用に解く、病身の威間孤寺が見舞いに訪れた文字菩薩と、問答を繰り広げる場面を表したもの。造高は、威間像45.2センチ、文字像52.4センチ。 その他が28.245.0センチ。祖像は階段上に3段に配置されている。上段には向かって、左にゆい右に門樹が座し対面する。ゆいと門樹の背後には、それぞれ1区の菩薩が随時する。中段と下段は、中央の通路を挟んで左右に3区ずつ、計12区の属系の男女が座す。このほか、左右の山岳から発する雲の上に、 いくつかの像がある。向かって、左方の雲上には三下する、菩薩像、右方の雲上には、後半を運ぶ、菩薩像、左方と右方のそれぞれに、床座を運ぶ、獅子像が表されているが、これらはいずれも、結衣魔境中のエピソードを視覚化したものである。祖像の制作方法は概ね次の通りである。檜の木の底板の上に神偽を立て、これに縄を巻いて神にする。 指などの細い部分には銅線などを審理する。これに、コード、中塗り土、仕上げ土の順で粘土を塗り重ねて仕上げる。祖像群のうち、当面の文獣菩薩像などには、中国の殻様式の影響が伺われる。俗形の女子像の中には、当時代のように似たものがあり、東大美術の影響が強く感じられる。また、仏教美術師屋の宮地明によれば、 北面に、ネハン浄土、南面に、弥勒物を排する構成は、シルクロードの木汁石窟との共通性が、指摘されている。大行道祭院ラン内、近道、五十塔の北に位置する。趣味壇上に、薬師三尊像と四天皇像を安置する。木造聖徳大子座像精霊院精霊院は、祭院伽ンの回廊の東方に立つ、南北棟の建物。 元は僧房である東室の一部であったが、鎌倉時代に聖徳太子を祀る、仏道に改築された。内陣には三軒の大型寿司があり、聖徳太子及び、建俗像、女意林、観音像、地蔵菩薩立像を安置する。これらの諸仏は、秘仏で、毎年3月21日から24日の、お体屋法要、お絵式法要の時のみ回避される。ただし、 一般配管者が内陣に入って配管できるのは3月21日のおタイヤ法要の終了後のみ。間室薬師如来座像西遠道西遠道は、西院伽藍の北西方、石段を登った丘の上に立つ八角遠道である。薬師如来を本尊とすることから、峰の薬師の通称がある。内部には、道内一杯の空間を占める間室、薬師如来座像を安置する。このほか。 薬師像の台座の周囲を取り巻くように十二、新小像,像を安置し、薬師像の向かって右に、千珠観音立像を安置する。木造釈迦如来座像上御堂は、西院伽蘭の北方、大行道北浦の小高いところに立つ、仏堂。趣味壇上に、釈迦三尊像と四天王像を安置する。道内は通常は、非公開で11月1日から3日のみ公開される。 木造観音菩薩立像、夢殿当院の所在地は、聖徳大子のイカルガグの跡地である。光玉2年、蘇我イルカの兵による襲撃で、イカルガグは炎上し、上宮王家は消滅した。その跡地に、天平10年頃、行進によって建てられたのが当院で、夢殿はその中心になる、八角遠道の通称である。木造観音菩薩立像として国宝に指定。 アスカ時代、夢殿内部中央の図紙内に安置される。秘仏で毎年春と秋に回避される。旧姓、観音と通称される。旧姓は寺ではクセと読んでいるが、文献ではクゼ、グゼと読む場合もある。作風からアスカ時代前期の作と見られるが、夢殿の建立以前、本像がどこにあったのかは不明である。 長年秘物であったため保存状態は良い。造高は179.9センチ。本体、台座、後輩ともに、クスの機材。上半身に葬儀し、下半身にもをまとい、二重半花の台座状に直立する。着衣には文様を表さない。両手は、胸前で組み合わせ、火炎防止を奉仕する。頭部から台座連肉とその下の角、狂善で組んだ両手。 持ち物の宝珠まで含めて一材から木取りし、水髪、天遊リブなどを別材剥ぎ付けとする。造表面は、漆で目止めをし、白土下地を施した上で金箔をしとし、唇には、種を刺す。宝冠は、混同性スカシボリに青色ガラス玉で装飾し、頂部には、ペルシャ風の宝珠と三日月の衣装を表す。艦隊の左右に絵を張り出す。 艦隊側面から下がる垂れ飾りは右側の文を書くが、左の垂れ飾りは腰付近まで長く伸びる。なお、持ち物の宝珠の上の火炎にも青色ガラス玉の装飾がある。後輩は宝手系の図工で中央にレンゲ文、その周囲には内側から順に C 字型を連ねた運気唐草文体、レンジュ文体、人道唐草文体があり、 災害部には火炎を表し、頂部には砲塔を表す。この後輩は支柱を用いず、L 字型の金具で、像本体の後頭部に直接取り付けている。肩にかかるわらび手状の垂れ紙、膝前で交差し体側にヒレ状に広がる転移の扱いなど、全体に左右奏称性,性が強い。安人形の目、骨折の微笑を浮かべる唇などとともに、いわゆる取式仏像の様式を示すが、 面相は、目尻がやや釣り上がり、花が大きく、人中線を明確に刻む点に特色がある。本像のように、両手を強然で、組み合わせ帽子を放置する、形の像は、朝鮮半島のくだら系の像に多く、中国南朝の領の様式がくだらを経て、日本へもたらされたものと考えられている。久野県によって紹介された、関山神社の銅像菩立像は、 両手先を結出するものの、造形的に、旧正観論像に近い。関山神社像は、くだらせいと見られ、日本に、この種の像が将来されていたことの傍傷となる。この像は、平安時代末期にはすでに秘物化していたと見られ、鎌倉時代の聖徳太子伝式には、今世並びに赤術にもその体を知らずとある。かつて像には、白根のが巻かれ、 実相もその姿を見たことがなかったが、1884年、古社寺調査のため訪れたアーネスト・フェノロサが数、世紀ぶりに図紙を回避し、白根の王時、き、像の姿を明らかにしたとされている。なお、フェノロサによる回避が行われたのは1884年と、するのが通説だが、交流実相で、歴史学者である。 高田義信は寺川の記録に同年回避のことが見えないことから、実際に回避が行われたのは1886年、または1888年のことではないかとしている。現在、本像を安置する八角形の図紙は1940年に制作されたもので、それ以前の図紙は元禄9年制作のものであった。高田義信によれば、本像は、 元禄の時点で修理が行われており、像に白布が巻かれたのはその時ではないかという。旧姓、観音という名称は経典に転居がなく、名称の由来については諸説ある。天平19年の年期を有する、党員演技には、本像は、聖徳太子再世時に作られた、見陰旧姓観音であるとする。ただし、党員演技は、 平安時代末期に古記録を修正して編集したもので内容に矛盾が多く全面的には信頼できない資料とされている。より信頼のおける資料である天平法治5年の法隆寺演技、資材帳には上宮王等身官ゼオン、菩薩木造一区金薄押しとあり、旧姓、観音の名称は見えない。大江近道が過剰元年に何との所持を巡拝した。 最の記録である、七大事日記に、旧姓、観音とあるところから、平安時代末期にはこの名称があったことがわかる。大村生害は、中国南北朝時代以来の造像に、スクイク観音の名が多く見えることから、旧姓、観音は、スクイクを、旧姓と読み誤ったものとした。内藤藤一郎は、北家行館ゼオン、菩薩不問品の、 観音明治力の旧正観句という句が、旧正、観音の転居であるとした。この説については、旧正観句は、世間の句を救う、という意味であり、旧は、句にはかかっても、世にはかからないという反論がある。藤井幸子は、両の武帝が、国主旧正菩薩と称された例を挙げ、旧正とは、五国仏教の理念を表す言葉であるとした。 関室行心創図座像祖像堂線立し座像伝房堂は、当院が乱内江電車利殿の北に立つ。750年頃に、聖武天皇夫人の立花、小中里支宅を侵入したものと推定される。堂内には多くの仏像を安置する。間仕切きりはないが、天井から下がる天外によって、東の間、中の間、西の間に分かれる。東、中、 西の間の本尊はいずれも、阿弥陀三尊像である。これら三組の三尊像のほか、趣味団四隅に四天王像が立ち、趣味団前方には向かって右から、薬師如来座像、釈迦如来座像、梵天立像、大釈天立像、弥勒仏座像、阿弥陀如来座像を安置する。道内は、原則非公開。木造観音菩薩立像木造。 観音菩薩立像国宝。飛鳥時代。大宝造院のくだら観音堂に安置される。造高210.9センチ。かつては、近道内、釈迦山尊像の背後に安置されていたが、1907年頃、頃提出なら博物館に帰宅。1930年頃に寺に戻り、1941年から大宝造殿に移された。作風から、 アスカ時代前期の策とみられる。靴の機材の一木像で、台座、後輩も靴の機材。上半身に、葬儀し、下半身にチュンをまとい、半鼻の台座状に直立する。右手は肘を曲げ、手のひらを上に向けて、前拍を正面に突き出す。左手は下げ、肘をわずかに曲げて、第一点三指で水亀を持つ。頭部から台座連肉まで含めて一材から木取りし、 頭上のタブサ、両腕の肘から先、手印有利部などを別材剥ぎ付けとする。持ち物の水亀は、ヒのキ材製。妖日から足首あたりまで、打ち子を行い、外反を当てる。面部、上半身などに間室を盛り上げ、全体に彩色するが白落が一しい。包冠腕線、肥線、胸飾りは、混同性透かしぼり。台座は五角形。後輩は、 宝子系の図工で台座から立てた支柱で支える。台座支柱は竹竿のように見えるが竹を模した靴の機材性で支柱の基部には古様な山岳群を刻む。肩にかかる垂れ紙は鳥葉の仏像のようなわらび手状に様式化したものではなく自然な表現になっている。天意は膝前で交差し腕から体側に垂れる。腕から垂れる天意は 鳥派の仏像のそれのような左右対称に平面的に広がるものでなく手前に向かって立体的にカーブしており作者が像の側面感を意識していることが伺われる。本像は多くの文化人に絶賛された著名な像であるが中世以前の伝来は全く不明である。1897年に完全音菩薩として旧国宝に指定されているがそれ以前は 国造菩薩と呼ばれていた。本像の存在に関する最も早い記録は、元禄十一年、武行書に提出するために作成された和州法流自動車霊言フッツ菩薩数量等とされている。遠方三年、法流自僧領君の記した古今一様集には、国造菩薩を七尺余りとあり、本像の由来は国旗に欠けており、古老は、 将来のの像とと伝えているといるる。う意味の記述があるこのように、寺では、本像を、国像菩薩と呼んでいたが、1911年になって、寺内の蔵から本像の宝冠が発見され、そこに、観音の標識である阿弥陀の化物があることから、寺側としても、本像を、観音菩薩と認めざるを得なくなった。九だ観音という名称が使われ出したのはさほど古い。 ことではなく、1917年間の法隆寺大鏡第四十周が初出とみられる。その2年後、1919年には、和辻哲郎が、著書、古事順礼で、本像を、くだら観音と呼んでいる。銅像阿弥陀如来及び両脇地蔵三句木像図し一期一具国宝。飛鳥時代後期、大宝蔵院に安置。 寿司と内部に安置される阿弥陀三尊像を合わせて一件の国宝に指定されている。通称は立花夫人寿司。昭和戦前期までは近藤内陣に西向きに安置されていた。天平19年の資材帳に宮殿像二具とありは寿司のい、その下に割り中で一具金霊押し出し先物像一具金霊銅像とあるが、この内前者が 国宝の玉虫寿司にあたり、校舎の一具金霊銅像が立花婦人寿司を指すと考えられている。立花婦人とは、光明皇后の聖母、兼犬飼宿根三千代のことで、寿司内の阿弥陀三尊像は、同婦人の年事物と伝える。この寿司を立花婦人所演とする伝承は、すでに鎌倉時代の聖徳太子伝式に見られる。また、 寿司自体の趣味坂が町に光明光母孔阿弥陀座の牧書がある。高さ263.2センチ。寿司は大脚付きの趣味座部とその上に乗る宮殿部の大きく二つの部分に分かれる。趣味座部は角狭間入りの大脚状の四隅に柱を立て、柱間にはめ板を入れ、上下に受け花と半花を設ける。宮殿部は四隅に厚い二枚を L 字型に組み合わせて立てて、これを柱とし、柱間は4面とも観音開きの扉2枚ずつを設ける。宮殿部の上には天外が乗る。この天外は、近藤内人の天外を模したものと思われ、構成やデザインが近藤のものと一致している。天外上部は、寄せ棟や根型の上と下に吹き替えシータが斜めに張り出し、その下部は近藤天外と同様、輪形と、 逆三角形のしで飾りを描いている。図紙は現状では、趣味座部の大きさに比して宮殿部が課題で安定感を書いている。このアンバランスな外観は当初からのものではなく、後の改造によって宮殿部が拡張されたことによる。奈良県教育委員会による図紙の修理の際の所見によれば、当初の宮殿部は趣味座の上がりか町の上に4本の八角柱を立て、 柱間は扉を入れず吹き放しとした開放的な構えであった。柱も現状より短く、現状のような趣味座部と宮殿部の大きさがアンバランスなものではなかった。趣味座と天外は白土地に彩色、宮殿部の扉は黒漆塗りで装飾方法をことにしているのも宮殿部の改造に起因している。趣味座の紙面の羽目板には白土地に彩色の絵画があるが、 白落が著しい。正面の羽目板は、鉱病系の蜘蛛津台を挟んで、両側に合掌する菩薩を描く。背面は、蓮水上に三本の連形が立ち上がり、その上に各一体の連下火星を描く。両側面はそれぞれ連山と創業一体を描く。これらの絵画は濃い熊取りで立体感を表しており、初等様式の影響が伺われる。正面の画像は、 図紙内の銅像阿弥陀三さん尊像を供養するように描かれている。宮殿部の扉の表裏には黒漆し塗りの地の上に金線で仏画を描く。扉は計8枚あるが、正面左扉は候補、背面右扉は表裏とも黒漆しで塗りつぶされており、図柄は不明である。したがって当初の仏画があるのは残り六面の扉である。正面右扉は表面に混合力士。 裏面に如来像を表す。左右側面の計4面の扉は表面に各一体の天部像を描き、計4体で4天皇を構成する。これら4面の扉の裏面には各一体の菩薩像を描くが、これらは左側面、右側面ともに観音菩薩、静止菩薩の一体をなす。背面左扉は一時期寺から流出して、 大阪の富士武の所蔵になっていたが、後に返却されたもので、表面に大尺点を描く。この扉の裏面は書き直されており、当初如来像だったものが、上半身のみ、菩薩像になっている。以上のうち四天王像は、長安年観作の西安寺四寺、大岩東門下町の四天王像との、様式的類似が指摘されている。美術史屋の秋山光一は、この寿司及び、 阿弥陀三尊像が、県、犬飼宿根三千代と関係する遺品であることを、肯定した上で、辻は三千代の生前の政策であり、前述の宮殿部の改造は、天平五年の三千代の没後に、娘の孔明皇后によって行われたものと、推定した。銅像阿弥陀三尊像立花プジンズ市内に安置。銅製浮き彫りの蓮池から三本の連携が立ち上がり、その上に、 中村阿弥陀如来座像と両脇地がそれぞれ乗る。三尊の背後には、同性浮き彫りの五平を立てる。造工は、中村34.0センチ、左は脇地28.8センチ、右は脇地28.7センチ。蓮池は、幅78.2センチ、奥行き51.5センチ。五平は縦53.5センチ、幅77.8センチである。 中村アミタニョ雷像は、丸顔で眉と目との間隔が広く、上まぶたを二重に表し、唇には、いわゆる骨折の微笑を浮かべる。髪は、羅髪ではなく、渦巻き状の線を掘り出している。図像的には、頭頂の肉たぶさが低いこと、種子の間に、かずら毛想を表すこと、頸部に三道を表さないことなどが特色である。複製は、大衣の下に変散を着す。 両脇地蔵はいずれも、わずかに腰をひねって立つ。両肘を曲げて、腕を前方に向け、中村に近い側の手は手のひらを見せ、反対側の手は手のひらを上に向ける。プロポーションは体部に比して頭部が大きく、腰の位置が高い。三道を表さない点は、中村同様である。脇地は、連座と本体を一位とするが、中村の連座は別位である。連座は、 連盟が幅広で、脇地分は使用に人道分を表す。中村の後輩も別位である。後輩は五兵に取り付けられており、繊細な透かし彫りの網分及び、唐草分の外周に火炎を表す。三尊の足元の蓮池は、さざ波や渦を浮き彫りし、前回、半回などの蓮葉を表す。五兵は三枚の銅板を、蝶津で繋いだもので、 上部の輪郭は五連の孔を描く。表面には浮き彫りで、蓮華化成五体と化物七体を表し、化物はいずれも透かし彫りの天外を伴う。木造観音菩薩立像銅像、観音菩薩立像木造地像、菩薩立像上に、紹介済みのものを除く、法流寺境内の書道に、安置の仏像を紹介する。これらの書道は原則として一般には、非公開である。 木造殿監督創上座像大宝像院は1998年に完成した法隆寺の自宝修造展示施設で、中央のくだら観音堂と東西の宝像からなる。くだら観音像のほか、すでに上で、解説済みの立花不人念事物、九面観音像、夢互い観音像も大宝像院に収蔵されている。このほか、境内にはよく似た名称の大宝像殿がある。 大宝像殿は1941年に開設された、時宝修造展示施設で、大宝像院開設後は瞬秋に期日を区切って、開館しており、平素非公開の時宝等を公開している。以上の観音像3区は、1902年に、近藤誕生、釈迦仏立像1、近藤世音、菩薩立像5の6区一括で重要文化財に指定されたものである。 誕生社家仏と観音像のうち肉は指定の翌年に東南に愛所在不明で寺に残るのは観音像3区のみ。所在不明の3区の写真は国宝重要文化財大前に収録されている。以下に彫刻として重要文化財に指定されている仮面類について略説する。指定年月日は文化長編国宝重要文化財総合目録及び 国宝、重要文化財大前別館、毎日新聞社2000に基づく。ありがとうございます。